えー、こんにちは、黒田哲です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ダイアトニックコードとスケールということですね。ダイアトニック。まあ、コードトーンは、えー、5つですよっていうのが出てきたと思うんですが、えー、ほとんど曲で出てくるのやつの場合は、まあ、ディミニシも入れると5つになるんですけど、今回はこの、 えー、一つのスケールから導き出せるという、えー、そういうコードが4つ出てきます。それの場所とかを全部覚えていただくのと、そこから派生するスケールを、えー、7つ覚えていただきたいなと思います。で、覚えるって言ってもちゃんと理論的にやるとそんな難しくないので、やっていきたいと思いますね。まずは、ダイアトニックとコードとス,ス,スケール。ダイアトニックコードって何かって言うと、まあ、ドレミーハ・ソラシド。今日は白い鍵盤。白い鍵盤だけで、えー えっと、3度積みで積んでいくとハーモニーができるんですが、それが、えー、7個できます。これをダイアティネックコードと言います。なぜ必要かっていうとですね、それを覚えておくと、まあ、パッと見て、えー、例えばミソシレだとミの、えー、Em7 っていうのが、まあ、一瞬でこう覚えておくとすぐできるし、例えばじゃあ Em7 が分かれば、えー、E メジャー7、e、だと,、えー、っと3度と7度の音を半音ずつ開ければいいなっていうのを感覚で分かるようになるので、 なんとなくパッパッパッと分かるようになってくるんですよ。だから逆に言うと、コードトーンを前回ありましたけど、全部それを一個一個12キーで覚えるというよりかは、まずダイアトニックコードを覚えてから、理論的に覚えていく方が多分早いなと思います。で、なんで必要かっていう話ですね。その話と。ダイアトニックコードっていうのとダイアトニックスケールのお話をしていきます。それでは始めていきますね。 スケールの音だけで作られたハーモニー、先ほど言いましたけど、えー、コードトーンを覚えやすいとですねで。コードから派生するスケールが、えー、7つできます。で、まあその7つのスケールをいろいろ、まあモードって言われるスケールを覚えていろんなところで使っていくんですが、まずとりあえず7つを覚えてしまいましょう。ダイアトニックコードだけでできてる曲っていうのはあまりないけど、知ってるとダイアトニックじゃないコードを、あ、これはダイアトニックから外れてるんだっていうことがわかるので理解がしやすくなるんですよ。だから分類がしやすくなるってことですね。 まあでも、例えばサンデーモーニングとかは2-5-1だけでできてるんで、ダイアトニックコードだけでできてる曲も結構あったりします。なので、えー、ダイアトニックコードっていうのをしっかり覚えましょう。まずそれではですね、えー、まず、ド、ドから、この、これが、ドから始めると C メジャースケールができます。えー、っと、ここ、ここがちょうど、えー、黒、 国権が2つあるので、ここ、ここが超3度になってて、ここが単3度になってて、で、ここは、えっ、ー、と、半音なので、えー、超7度ですね。単2度ってことはね。っていうのを前の動画見てもらえばわかると思いますが、ここに C のルートから作った、こう、メジャースケールの音のサウンド済み。これは C メジャースケールです。 じゃあそしたら、えー、マイナーなので青にしましたが、ここ、だからちょうど黒鍵が1個になるじゃないですか。ここの間はね。さっき2個あったけど、ここは1個になるので、ここが単3度なるので、ここはマイナーになります。まあえー、d ー7っていう2度のところにはマイナー7が必ずできます。3度のところも、ここもマイナーになって、で、ここのとこは、まあやっぱ ま、やっぱり国権がここ二つに戻ってくるので、なのでここはメジャーセブン。メジャーセブンになります。で、ここも国権が二つあるんだけど、えここですね。えと、ここはルートから、えっと、超二度ってことは、ここは単七度になるので、えっと、これが、いわゆるその、トライトンができるから、この、 ここのトライトンができるので、ここに落ち着きたくなるということで、これはまあ前に説明した通りですね。で、ここにもマイナーセブンができます。ここね、ほら、やっぱりここが、えっ、ー、と、黒権が1個しかないんで、だからここ単三度になりますよね。で、ここですね。ここだけ、マイナーセブン、しかもフラット5になります。ここがね。ここからここが、 ちょうど、えー、国権が2個しか、こんだけ、5度なのに入らないんですよ。普通は必ず国権が、えー、っと、ここ5度まで行くと3つ入るんですけど、ここ2つしか入らないね。だからここは、えー、弦5度になります。なので、これは、えー、マイナー7フラット5っていうのができるってことハーフディミニッシュっていうのができるっていうことですね。はい、これ並べてみるとですね、要は、 パって覚えてもらうと、前言ったと1、4、5っていうのは特殊なんですよ。だから、1度と4度と5度っていうのはメジャーのコードになるんですね。で、ここがメジャー7、メジャー7だけど、ここは普通のセブンになってますが、ここの3つはメジャーです。であとは全部マイナーになるんですね。だから、1、4、5っていうのは、えーまあ、特殊だっていうお話をしたと思うんですが、ここが特殊なんですね。で、えっ、ー、と、2、3、6で7のところはマイナーができて、ここは、えっと、ハフリミニッシュになるということですね。 でこの形を覚えます。で、ここええー、この形でもう完全に覚えてしまうと、例えば、D で、発見で全部弾けば、マイナー7なので、メジャーセブンにしたかったら、こうすればいいし、ええー、要は、メえっ、ー、と、D7 にしたかったら、こう D メジャーセブンだと、もう、ええー、 7度の音を半音を上げればいいっていうふうに、パッパッパッとこう、なんかこう数えなくても分かるようになってくるんですね。で、まずそのセンターとして、こう、1度と2度、3度、2度、3度、6度はマイナーセブンで、7度のところにはハーフディミッシュができて、1度と4度のところはメジャーセブンができて、5度のところはセブンスができるっていうふうに覚えておけば、これは非常に、弾くのが楽になります。なので、よく出てくるコード、実際曲の中で中心になるコードになってくるし、よく出てくるコードっていうのがパッパッと分かると、これは ここがキーが F になったら、ここが B フラットだけど、B フラットメジャーセブンになって、で、ここが C になって C セブンになります。なので、ここが、スタートが全部変わったとしても、必ずスケール上にできるコード、ダイアトニックコードっていうのは必ずこのメジャーセブン、マイナーセブン、マイナーセブン、メジャーセブン、セブンス、マイナーセブンス、ハーフディミニシーになるってことですね。だから、この数字で言うと、 この1度メジャー7、2度マイナー、3度マイナー、4度メジャー、5度セブン、6度マイナー、7度ハーフディミニッシュっていうのは、もうこれ形が変わらないですね。だからこれ1って書いとけば、これはスタートを F にしようが G にしようが全部同じように共通するってことなので、このダイアトニックコーナーのこの順番とスタートの位置を全部覚えておきましょう。そうするとスケールがいろいろ弾けるようになってくると、全部そのスケールに当てはまるっていうことなんですね。 要はそのイオニアンっていうのはこの度数定規の新しいやつ作っておいたので、これでやっていくと、要は白い鍵盤のところばっかり、発見のところだけをこうやって取っていくと、こういう風になるわけですね。ドレミハソラシドって。これをイオニアンスケールと言います。要はドレミハソラシド。まあ、いわゆる C メジャースケールのことを C イオニアンスケールという風に言います。ね。はい。これですね。で、これはあの赤にしているのはこれコードトーンで、で、えー、9th, 11th, 13th。11 えー、3度ずつ積んでいくと、1、3、1、3、5、7になって、で、ここが、そのまま3度いくと9になって、2のとか9になって、11、13になるんですが、まあ、要は、スケールっていうのはコードトーンプラス間の音なんですよ。間の音っていうのが、この、ここまでの間に、間の2度っていうのは、この3種類あるんですね。で、ここは、4度っていうのは、シャープ11と、イ1 1ンスしかないんで、この2つなんですね。で、ここは、と、 6度と単6度のここの2つしかないんで、ここはもうセブンスの域になるんで。ってことは、結局コードトーン4つと、えー、ここの 9th が3つの3種類のどれか。えー、ここが、えー、11th の2つにどれか。で、この、えー、ここですね。え、13th のフラット13が13かのどれかみたいな。要はだから、コードトーンで4つ覚えてるから、あと3つの種類を覚えてしまえば、 全然大丈夫ですよっていうことなんですね。まあ、ちょっと後で説明しますね。そしたらここはドリアンになります。えー、っと、要は、レ、ミ、ファ、ソー、ラ、シー、ドでこの白い鍵盤のところを発見と、とこを取っていくとこうなりますよ。そしたら、まあ、これはもうみんな知ってることが多いと思うので、ふここ E から始めるとフリージアンだし、ここ F から始めるとこれがリディアン。えー、こうミクソリ、5度から始めるとリクソリディアン。そして、えー、エオリアン。で、えー、ロクリアン。 っていう風になるんですね。で、一度のところには、イオニアン、ドリアン、フリジアン、リリアン、ミクソリリアン、エオリアン、ロクリアンっていう風になるんですね。で、結局、ドレミァソラシのスタートが違うだけでしょって結局なって、だから何ってなると思うんですよ。だから何ってなると思うと結局一緒じゃんってなってくると思うんですけど、これがすごく大事なのはスタートで説明するんですけど、まあ、とううにかく何度のところに現れるかっていうのは非常に大事です。だから、井戸振り見えろって覚えなさいっていう風によく言われましたが、 これ、アイオニアンでアドフリミエロっていう人もいますけど、イドフリミエロで覚えてください。4度はモリディアン、5度はミクソリディアン、6度はエウリアンっていうふうに覚えてもらうっていうことですね。で、実際にこれをどう使えるようにしようと思うと、全部 C から始めるとさっきのやつを全部こう、ビャーってこう、頭に持ってきたらね、こういうズレがあるっていうことですよ。ね。で、まずその、 メジャーの三つ要は一度と一度のところを結構、ここ C メジャースケールでしょで、これドレミハソラシドじゃないですか。で、リディアンっていうのは何かとさっきのやつを持ってきたら、結局4度がシャープしてるだけなんですね。だから、これが普通のドレミハソラシドだけど、リディアンは、この、ここの、これが特徴的な、えまあ新しいスケールって感じですね。 こういう感じですね。リディアン。よく使いますね。リディアンスケール。で、イオニアン。で、ミクソリディアンっていうのは、これはコードトーンが、ここが、えっ、ー、と、ミクソリディアン C7 じゃないですか。だから、ここは半音下がってるんだけど、あとはメジャースケールと一緒。だから、 こういう5度のセブンスの時にはこのスケールが使えますよってことですねで。大事なのはコードトーンとその間の音ですね。だからここは2度は全部一緒。2度は。で、レはみんな一緒でしょ。で、ファのところだけがリリアはシャープしてる。で、 え、ラのとこはみんな一緒だけど、死のとこだけミクソリリアンは半音下がってるっていうふうに覚えてください。そうすると、ここがコードトーンで、あとはイオニアンと同じ。で、えー、ここ、イオニアンはもちろんドレミハソラシドだけど、リリアンっていうのはドレミハソラシド、基本的にコードトーンも一緒だけど、えー、この4度だけがシャープしてるんだなっていうふうに覚えていただければいいです。で、結局、 じゃあ、ダイアトニックのコードの時はドレミアソロシをどれ使ってもいいじゃんって話になるんですけど、結局は、その、アドリブをしてる時に上手い人っていうのはちゃんとそのコード進行を感じさせるってことなんですね。ってことは、コードトーンだけでソロをする。ね。で、コードトーンだけでソロをするけど、他の音使いたいってなった時にカラーで、え、こう、音を選んでいくわけじゃないですか。ここのね、間の音をね。だから、こう、スタートの位置が違うっていうのは、やっぱりその、スタートの位置が違うだけあって、こう、コードトーンを中心に、 そのアドリブをしながら、この間の音を使っていくって形になるんですよ。なので、やっぱりスタートが違うから、ただ、こう、使う時の音を全部全部覚えなくても、まあ、あ同じ音遣いだけど、スタートはここだよっていう形で覚えてもらえばいいのかなっていうふうに思います。 で、マイナーのところは3つありますよね。で、このエオリアンっていうのがいわゆる自然的単音階。要は、ナチュラルマイナーっていうのと一緒なんですよ。だからこれは皆さんが普通の、えー、クラシックやってると必ず弾かされる。この、この形ですね。あの、ミート。この形なのね。で、この形で、このドリアンっていうのはここのナチュラルが。だから、ハーモニックマイナーってこっちがナチュラルになるでしょ こっちがナチュラルなんだけど、逆なんですよ。こっちがナチュラルになるんですね。で、メロディックマイナーだとどっちもマチュラルになるから、だから新たな、要はマイナーのスケールだと思っていただければいいんですよ。こんな感じですね。で、例えばこのドリアの典型的なパターンは、まあ、あの、 マイルスの枯れ葉ですね。あの、マイルスってまあ、キャノンボールのアルバムですけど、あの枯れ葉のこのフレーズっていうのは、いわゆるドリアンを使った、要は普通マイナーの場合はマイナースケールを使ってたんだけど、この新たなマイナーを、これ普通のマイナーでいけば、もうマイナーって感じがするんですけど、こう新たなサウンドというか、まあそういうこう、 新たなスケールをまあ組み込んで演奏したっていう形になるんですね。だから今までみたいなサウンドだけど、あのアルバムってやっぱりすごく名番って言われてるのは、まあ、そういうことをやってるってことですね。フリジアンに関しては、普通のエオリアンに対して、こうエオリアンのコードと同じなんですけど、要はコードと一緒で、何が違うかとは2度がフラットします。なので、えっ、ー、と、これが、えー、エオリアンで、 なんかどっちかと,いうとこうフラメンコみたいなスパニッシュな感じをちょっと感じさせるような、まあ、マイナーのスケールだっていうことですね。これがフリジアンです。なのでエオリアンっていうマイナーの対してここがナチュラルしたドリアンっていうのとフリジアンっていうのが新たにできましたよってことですね。あとはロクリアンですね。マイナー7フラット5なのでこれは、えー、エオリアン の、ここ、フラットしてる感じですね。だからロ、ロ六ク、リアンはフリージアンに対して、さらにここが、えー、フラットしてるっていうイメージですね。というスケールになるということですね。これがロクリアンというハーフリーミージに使う、えー、スケールになります。 というわけで、コードトーンと間の3和音でスケールは完成するってことですね。要はそこのチョイスなんですね。そのチョイスでそのカラーが決まるって感じですね。スケールっていうのはカラーなので、例えばまあ、こういう感じの、要は沖縄音階って感じじゃないですか。アドリブするときにそのカラーを出したいって感じですね。だからドリアンっぽいカラーを出したけど、要はナチュラル13を使うわけですよ。 例えば、えー、ドリアンだとあの、マイルスの、あの、ソーハートで、っていうフレーズがあるじゃないですか。これなんかまさに、ここのとこなんかはもうナチュラルな変をものすごく活かした感じのフレーズで、こういう空気感になるって感じですね。アドリブを使うときに、その、要は、ここが、 だと普通の、要はナチュラルマイナーになってしまうんだけど、こう、ここの、要はカラー、こういうスケールのカラーっていうのを使いながら、こう、このコードに対してどういうカラーを組み込んで、このカラーに対してこういうカラーを組み込んでっていう形でアドロビオをしていくわけですね。で、コードトーンって4つしかないんで、例えば、1小節あったら8分音符って、 結局、8つ入るんで、4つだと同じ音はあっちこっち行ったり来たりしなきゃいけないんだけど、要はスケールになってくると、こう、スケールとかアプローチノートとかを足していけば、えー、次のコードに対して紡いでいくのが非常に楽になるので、こう、アドリブをするときに非常に便利になるということですね。なので、コードトーンとアドリブするときに、やっぱスケールっていうのは覚えなきゃいけないんですが、 覚えるときに、要はドレミファソラシのスタート位置がち違うだけでしょミから始めればいいじゃんってなってくると、それだとやっぱりちょっと、要、え、は、ー、足りないんですね。だからコードトーンとその間の音がフラットになっているのかナチュラルになっているのかとかって、そういったところまでしっかり覚えておくと、逆に言えばコードトーンを覚えてしまったら、プラス3つを覚えればよいでしょ で、しかもメジャースケールを覚えてたら、メジャースケールの、えー、ここの音は全部覚わってるわけだから、メジャースケールに対してこの音がフラットするとか、えー、マイナースケールに対してこの音がナチュラルになってるとか、それだけで覚えたい。 しまえば、もう特徴的にはすぐ覚わると思うので、この7つのスケールと、このコードトーンを全部覚えましょう。で、そうすると、マイナースケールの、3つのマイナースケールに出てくるダイアトニックコードトーンっていうのと、ダイアトニックスケールっていうのが出てくるんですけど、それはまたちょっとやらなきゃいけないんですが、 というわけでですね、結局、ま、あ感覚なんですよ。結局、この度数の感覚なので、結局、これも今回、スケールとコードトーンの、え、度数定規を作っておいたので、メルマガの方はダウンロードできますので、それダウンロードして、ちょくちょく聞いてもらって、こう、えー、スタートを決って、みてああ、なるほど、なるほど、っていうふうに思っていただければいいかなと思います。最終的には、ま、メジャースケール、マイナースケールのスケール練習をしてあったら、やっぱ、ほとんどのことはすぐできていくので、あそれの、要は、ナインスが、え、フラットしてるだけだな、とか、そういうふうに考えて、スケール練習をしてもらえばいいわけなので、コードトーン と3つのをとって覚えてもらう方がやっぱりかなり実用的だし、えー、こういう風な形で覚えるのが非常にいいと思います、えー、本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました今日も最後までご視聴ありがとうございました今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方で ぜひ、メールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは、今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。